ですか。似合いが俺も緊張するんだけど。ライブ始めた。皆さんお待たせしました。ヴィンテージデニムアドバイザー井原です。初の、ライブをやらせていただきます。まずベルベージュの前なんですが、新しく、アンドベルベルジンというお店で、明日から、ポップアップをやります。ちょっとご案内します。トンちゃん通り、はい、こちらになります。お店の名前がアンドベルベルジンというお名前です。で、一応アンドベルベルジンという、いろんなことをできるような形にしたいと思ったので、今回オープン先週だったんですが、第1弾の、企画として、普段僕もですね、お世話になってます、フィーナム、ファッションのウェブサイトのフィーナムさんで、古着サミットというのをやらさせていただいています。その古着サミットの4人ですね、ネクサス7のコンネさん、あとミスタークリーンの栗原さん、あと、安倍さん、ディフェンスの安倍さんですね、あと私ベルベル人の藤原の4人で、古着サミットという、項目でやらせていただきます。そして今回こちらアンドベルベル人でその4人の私物という形で、商品を明日から、販売させていただこうかなと思います。ちょっとそれの、商品の紹介をさせてもらおうかな。じゃあ店の中に。こちらですね、もともととんちゃん通りにあったロミーという、養殖業さんがありました。そちらをですね、ちょうど、先月いっぱいに、閉店されたので、その後ちょっとうちの方が、ベルベージュの方でお借りすることができまして、つい先週なんですが、こういった形で、オープンさせていただきました。ちょっとこの間まではオープンで商品食べてたものがあったんですが、今回もう商品全部入れ替えております。一応ですね、4人の商品といいますか、品で本当店一面埋まっております。で7月の6日7日の土日、2日間限定という形で減らさせていただこうと思っています。そうですね、まずは、夏なので T シャツはですね、自分もそうですし、皆さん結構力を入れて持ってきていただいてます。この辺のエロ T でしたりとか、ちょっとこの辺はクリ君のセレクトですかね。猫好きクリ君、はい、ちょっとアンドっぽいアンドじゃないのか分からないですけど、かなり厳選されていると思います。あ、これいいですね。僕もこれ好きですね。デューク染み込みのプリントですね。ちょっとこういったリーバイスものとかも僕もちょっと持ってきてます。ちょっとこれ僕個人的な趣味ですけど、昔ちょっとサーフィンかじってたんで、バードに
これバックプリントです。そうですね。まあ、あのお店ここに、誰のがあるっていう形よりはもうあのいろんなところに、ミックスさせていただいております。あの、まあ、ディスプレイもそうなんですが、まあ、タグ値札もちゃんとついてますし、あの誰これ誰のだろうっていう、まあ、想像をかきたてられるような感じの商品にはしていますし、各自あの古着サミットでいろんなものを、まあ、古着のあれこれいろいろ喋らせてもらってますし、まあ、紹介させてもらってる中で、まあ、ちょっとこういうチョイスあのしてるなというのはあの皆さん、結構独自のあれがあると思うので、結構いろいろ幅広く楽しめるかなと思います。そうですね、まあ、ちょっとバーバリーなんかも、はい、まあ、古着サミットの方でも取り上げさせてもらったりとかしてますし、ちょっとこうピーバイスの変わり種ジャケットですかね、はい、この素材が変わったものとか、ちょうどこの間自分がリーバイスのナイロンジャケットでしたけど、これちょっとあの面白いシャツなんかチョイスさせてもらってます。これ結構人気あるんです。まあ、時期ですね、やっぱりこのハワイアンなんかも、さすがクリップみたいな。もちろんあの、値札タグ見てもらったら、まあ、もちろん誰かのっていうのは分かるかもしれませんが、あの綺麗にちゃんとチョイスされてますので、これやばいですね。これはちょっと僕も気になりますね。ちょっと今日僕はあのこっちの方の商品あの全然整理できてないので、今こうやって皆さんにお伝えしながら商品見てます。これいいですね。まあこの辺も、まあ、ちょっとこうそんなに古い年代じゃないですけど、ポップな、まあ、夏をこう放出させる、うん、もちろんあの王道チャンピオン系も充実してます。この UCLA とかいいですね。もちろんこのザ・ネイビー、残念ながらサイズミディアムです。まあ僕は買えないですけど、あの M いい人にはバッチリです。買う人には、まあ、T シャツは結構幅広くありますし、そうですね、この上の方もあのジョーダンの長袖の白とか結構初めて見ました僕は、はい、あと、やはりあの、まあ、クリ君にもあれしてたのでお願いしてたんですけど、やっぱデニムをやっぱちょっと、チョイスできたなと思いまして、まあ、あの結構こいつね、これノーマルチ WX ギャラいいですね。ちょっとサイズがですけど、実寸がサブ631って書いてます。
相当濃いですね。まあ、ちなみにうちにも今このサイズ、この色はないと思います。うん。あと、そうですね、これも501WX のパッチ表記3531。これも結構いい色です。実はレインボーステッチ、レインボーステッチです。あ、ちょっと僕もこれ今回びっくりしたんですけど、やべ欲しいってちょっと正直思いました。さすが栗原、リーの 11W、まあ、いわゆるあのペインターですね、白タグの方のペインターなんで、まあ、白ステッチ、こちらのハウスマークのデッドストックです。しかもサイズが3434、もう素晴らしいサイズですね。こちらデッドストックになります。正直僕もデッドは1回、ただこんなに素晴らしいサイズ見たことないです。これは明日一発じゃないでしょうか。あとあのデニム類も、そんな大量ではないですが、ちょこちょこ面白い、これちょっとこれ実は僕のって言ったあれですけど、501ビッグイーなんですけど、ものすごくうまく内側を、リサイズしています。なので結構606ぐらいな細さまで、なんでこういうちょっとこう変わり種がお好きな方は色落ちはもう抜群なので、はい、ちょっとこういったものも僕も集めてたので今回、出させていただいてます。そうですね、あとまあ、素晴らしいですね、このやっぱりビッグサイズのスウェットとかを見るとやっぱりあれ安倍さんみたいないやでも、両 V フリーダムスリーブですかね、もう XL と書いてますけど、もう一発上じゃないかなと、 WXL ぐらいありそうな、はい、サイズ感ですし、こちらもNASA、 これはあの詳しい人が見れば、素晴らしいお値段ついてます。僕もこれちょっと実物初めて見ました、ね、あとはあのリーバイスのサードの、ダックのですね、70519ビッグ、あとこういったブーコ、まあ、ザ定番のものもありますで、ちょっと僕のチョイスっていうわけじゃないですけど、まあ、リーバイスものをちょっと今回は、いくつかあの出させてもらってます。まあ、あのこれ、まあ、501の本を持ってくださってる方にはぜひ、ブックカバーです、デニムのブックカバー、まあ、一応もちろんデッドストックの状態です。まあ66シングルですかね、こういったものとか、まあ、あのちょっとファースト系のものと、まだまだ、あとはまあそうですね、靴なんかも
ウサマダ復刻も出た、あの最近なんかアメリカで復刻が出たんですかね、モンスターサンダーのちょっと珍しいバージョンですね。これなんかも、ああと、もう超久しぶりに見ましたね、これリバデルチオリジナル劣化してないのかな、デッドストックです、箱付きの。はい、サイズ10、こういったものも、まあ、ちょこっとですが、キッズもあのいい質のやつを置いてます。あとはあの先ほどからちょこちょこ、画面に映ってたかもしれませんけど、まあ、あのここの正面上の方がスペシャルです、今回の、ちょっと一回下に落としてもらって、一応、チャンピオンの T シャツ、あの中でもまあやっぱりどうですかね、これとかこれもフットボールの白無地、これはですね、あの僕の泣く泣くチャンピオン黒ポケティです。サイズラージになります。こっちもサイズラージ、いいですね、はい、せっかくあのポップアップという形でやらせていただくんで、あの一応気合を入れていろいろ持ってきてます、そして、上の方ですね、まあ、スカジャン、もうプリントスカジャン、プリントスカジャン、まあ、あの高ですがもう見るから関係ないのかな、まあ、そしてですね、ちょっとこちらの方に存在ますが、久しぶりにスペシャルなカバーオール見た気がします、あのペイデイのチンスト付きのチェンジボタンですね、ペイデイのチンチェン、僕多分もう15年ぐらい見てないと思います。うちのベルベジーの地下の方にあのペイデイのチンストだけですね、打ち込みボタンのデッドストックはあるんですけど、このチンストチェンジボタンというのは本当に数少ないと思います。ちょっとあの少しダメージはありますけど、全然切れる状態だと思いますので、かなりおすすめかなと。そしてあのさっきからもう見まくっちゃってますけど、あの、まあ、ティーバックって言ってしまうとあれなんですが、ファースト、ただ、506WX じゃなくて、ブランケット付きの519です。で519のブランケットを、まあ、中が内側ですね、綺麗に外されてます。ただあの本当着る分には全然綺麗に外されてるので、あとはやっぱりブランケット付きっていうことだけあって、袖の色落ちとかだけあって、袖の色落ちとかかなり綺麗ですね。あのブランケット付きはティーバッグになるのはサイズ48以上のサイズなので、先ほどちょっと僕も着させてもらったんですけど、おそらく50縮みじゃないかなと、まあ、今なので実寸で48ぐらいのサイズ感ですね。あのかなりゆったり着れると思います。色は薄いですが、まあ、あのこのイベントだからこそ出てくるアイテムかなと。ティーバッグ出ちゃいましたっていう、はい、まあ以上ですかね、基本あの、あとまああのこれはちょっと安倍さんと言ってしまったんですけど、かなりの数のバンダナ、いつもあの古着サミットの方でも、いろいろと話してもらってますが、
ナビの、多分あのバンダナとしてカットされてないという長い状態のものですね。あの、まあ、安倍さんならではになっちゃうんですが、全部でかいまままだカットされる前という、このそうですね、こういった形で全部つながってる状態。まあ、この黄色もいいですね、クッキーが可愛いですね。はい、まああの新しい新店舗なので、今回企画第1弾という形で、フリーサミット、4人いつも本当はフィーラムさんにはお世話になってるんですけれども、こういった形で原宿のど真ん中です。とんちゃん通りで、ポップアップショップをやらさせていただきます。何か、何かな。はい。では、アンドベルベル人、明日、12時オープンになります。ちょっと天候が、まあ大丈夫かなと思うんですが、雨でも、前半そうですね、オープンと同時には、自分と、ミスタークイーンの栗原君はこちらに来れると聞いてますので、最初はあとはもう こちらの店長と店長の宗谷の方と、皆さんの、ご来店をお待ちしておりますので、アンドベルベル人フリーサミットポップアップ、7月6日7日の2日間限定になります。12時オープンになりますので、皆さんぜひとも、ご来店ください。よろしくお願いします。